セミカ様、いよいよ私たちの使命を果たすべき時が。これから集めたオーブを携え、悪を払う力が眠る命の大樹へと。勇者様を大樹は選ばれた者だけ入れる未開の地。その先に、たとえどんな災難が起きたって、私が必ず、彼は私たちの希望の光、その光が。だから無事に使命が果たせるよう見守っていてくださいね、セミカ様。ん？っていうか、そのごっつい剣は何よ。あ、ここで長老様の話を聞いてたら急にいなくなっちゃうんだもんな。びっくりしちゃったわよな。あんた一体どうしたの。そんな泣きそうな顔で見られたら、これから大仕事するってのに。か、よかった、戻ってきてたのね。どうしたの、さっきからみんなの顔をジロジロ見たりして。おいおい、お前ずいぶんぶっ飛んだ剣持ってるな。そまあいいや。それよりも早く、始祖の森の山頂にある祭壇に私たちが持つ。あそこの扉から始祖の森へ行けると長老様はおっしゃって。さあ、長ええ、
怪我はありませんか？ちょっと頑張りました。山頂までもう少しかかりそうね。タイジちゃんに会う前の。いよいよ明日は命のタイジの元へ向かう。セーニャ、あの曲を聴かせてよ。大樹って夜はこんな幻想的に見えるのね。私たち、そういえばラムダの長老が言ってたな。あの命の大樹が世界中の命を束ねて。ええ、誰かが生き返るとき、その葉は散り、誰かが生まれるとき、新たな葉が芽生えることで。もうじきウルノーガとの決戦ね。ウルノーガさえ倒せば、きっとお父様も昔のお父様に戻っ。あら、ベロニカ。も、ううん、これは長老からもらったお守り。私たちの祖先、賢者セニカ様が。さあみんな、おしゃべりはその辺にして。ねえお姉さま。ん？私とお姉さまはきっと芽吹く。セーニャはいつもグズだから。うん、でもそ、なあ、ここってあの虹色の間違いあるまい。
獣の魂、なんだか初めて見る気がしないわ。懐かしいような、怖いような。はあ、不思議なもんだな。俺もずっと昔に来たことがあるような気がするぜ。世界中の命が集まっている場所なんでしょう。きっと私たちの生まれる前の記憶が残っているのかもしれないわね。いや、何これ、ビリビって弾かれたわ。やはり勇者の紋章を携えた者しか大樹の魂の中には入れないんじゃろうな。そしてあれこそ闇の力を払う者、おそらく勇者の剣であろう。さあ、大樹の魂の中にある勇者の剣を手に入れるのじゃ。お主ならばあれを手にすることができるはず。何をした？てめえホメロス、いつの間についてきやがった。尾行にも気づかぬドブネズミに語る言葉など持たぬ。私の目的は悪魔の子ただ一人。はしたない真似をされるな、マルティナ姫。あなたは私に。そんなバカな。闇の王、その剣は一体。己、そんな剣、悪魔の子よ、悪魔の子と手を結びし者どもよ、このここで果てるがいい。
くだらん。バカな、この私が。こんなところで果てては、あの方へ申し…この破片は、ホメロスを追って来てみれば、これは一体この場で何が起こったというのだ。グレイグよ、この者の姿を見るがよい。デルカダール王国の将として仮面をかぶ…グレイグ、よく聞きなさい。魔物の手先として暗躍し続けていたのは彼じゃないわ。ホメロスだったのよ。やはりそうだったのか、ホメロスよ。助けくださいませ。人民をたぶらかし世を乱した悪魔の手先め、死をもって償うが。グレイグよ、よくぞホメロスの正体を見抜き、わしをここまで。そなたがいなければ、わしはずっとホメロスの口車に乗せられ、魔物たち…ありがたきお言葉、ホメロスの強行を事前に食い…勇者よ、今までのわしの行いをどうか許して。わしは今までホメロスから、勇者こそが魔物を呼ぶ存在、悪魔の…お父様。おお、そなたマルティナか。よくぞ無事でいてくれた。そんなところにいないで、よ…牢よ、そなたにも苦労をさせたな。ユグノアの件は残念だったが、これからは力を合わせ復興して。それも大事じゃが、まずは16年前に我が…ホメロスもおそらくウルノーガの手先だ。話は聞いたな、全ての元凶たるウルノーガは今も世界のどこかで生き。さあ勇者よ、胎児の魂に宿る勇者の剣を手に入れるのじゃ。
らしい剣だ。それよりも早くデルカダール城に戻って宴の準備をせねばな。おお、もしやわしらをで今さら何を言う老よ。そなたたちはウルノーガの手先ホメロスから命の大樹を守っ聞いての通りだ。そなたたちの功績を称える。すまない、今は言葉が見つからぬ。私がこれまでして。さあ、わしらは先に城へ戻るとしよう。出るかだ。